ミンプロデューサーの皆さん、応援本当にありがとうございました。僕はステージがやっぱり大好きだなって思ったし、合宿中も辛いこともいっぱいあったんですけど、楽しいことがもう多くて幸せでした。僕はこれから皆さんの前にまた来れるかは分かんないですけど、僕の夢は諦めたくないから、また挑めたら挑んでみたいと思ってます。その時はこれからも応援よろしくお願いします。今までしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。本当にここで得た経験、ここで出会えた仲間、そして皆さんに出会えたこと、本当に毎日本当に幸せでした。ステージに立てることが本当に幸せで、ずっと応援してくださっている方がいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。デビューすることはできなかったんですけど、ここで得た経験だったり皆さんと出会えたことは本当にかけがえないことだなっていうふうに思います。これからも胸を張って生きていこうと思います。本当にありがとうございました。そうですね、本当にここまで僕を連れてきてくださり、そして応援してくださり、本当にありがとうございました。僕の、ここでの夢は INI11 にみんなに託したので、僕はまた時間何かで立てるか分かんないんですけど、表現する、そして音楽何か携わることができたらなと思います。本当にありがとうございました。まずは本当に今まで長い期間応援してくださってありがとうございました。今こうデビュー組 INI にデビュー組として入れなくてすごい悔しいし、応援してくださった方々の恩返しがデビューっていう形でできなくて、本当にいつも メッセージの動画とか見て本当にありがたくて、こんな自分を応援してくれる人がいるっていうのは本当に嬉しくて、今でもすごいこう応援されているっていうのが本当に信じられないぐらい、本当に普通のことじゃないと思うし、でも絶対に自分はアーティストになるので、絶対にまた今応援してくださってる方々の恩返しができるように、本当により一層頑張って、絶対にここじゃない場所にはなるんですけど、絶対にデビューしてまたこう大きいステージで多くの方々に自分のパフォーマンスを見せられるように頑張ります。ありがとうございました。はい、今日まで僕をここの舞台に立たせていただき本当にありがとうございました。本当にここまで来れたことが幸せで、毎日が楽しくて、みんなと一緒に練習したり
そして絶対夢叶えて世界だ、世界目指そうねって言ってたので、正直僕がここの場所でデビューできなかったのが、家族や一番応援してくださった国民プロデューサーさんたちや家族、そして僕の友達だったり、もう本当いろんな方に支えてくださったので、そこが本当に申し訳なかったです。デビューできなくて、それを本当に申し訳ありません。でもこの今の僕からまたもっともっと進化して、絶対いい姿でお会いできるように頑張るので、これからももしよければ僕をずっと見守っていてください。そして絶対にいい姿でお会いできるように努力します。本当にありがとうございました。一番最初から1月31日に101人が公開された時から、そういろんなことがあって、その中で本当にたくさんの応援をしてくださった国民プロデューサーの皆さん、本当にありがとうございます。こうやって半年間だけど、すごいキラキラしたステージとか一緒させてもらった中で、これを受けた時はもうこれはとにかく一度きりにしようかなって思ってたけど、もう意地でもこの世界でに残って歌って踊ってで、みんなを笑顔にしてっていう仕事をしたいなって、この学校で思ったので、これから皆さんにまだ会えるかどうかは分かんないですけど、まず最初と同じようにおじいちゃんの説得から始めてそしてもう一度皆さんの前に立つことができればいいなと思います。なのでとにかく今この合宿ではもうとにかく後悔のないようにどんどん挑戦して、全部やりたいことをやってきたので、悔しいし悲しいけど、でも本当に後悔なく今すごいいい涙を流せたのかなと思ってます。なのでまた皆さん、またお日までよろしくお願いします。国民プロデューサーの皆さん、本当に今までここまで自分を支えてもらってたことに本当に感謝です。本当に今までこんなにたくさんの人に応援してもらったことも一度もなかったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これはここではデビューできなかったとしても、ここが最後だとは思ってないので、これからも前を見て自分の夢に向かって頑張りたいと思います。ありがとうございました。今まで本当に応援してくださって、この場に立たせて本当に皆さんの力があってこそ立てた舞台ですし、皆さんのおかげで僕の夢が明確に見つかって、今後ここの場では落ちてしまったんですけど、また違った形で皆さんに恩返しがしたいと思っています。なので今後も諦めずに頑張っていくので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。国民プロデューサーの皆さん、今まで僕のことを応援してくださって本当にありがとうございました。皆さんのおかげで今の僕があると思います。デビューはできなかったんですけど、これからももっともっと頑張ってアイドルになって、アーティストになって世界で羽ばたきますので、これからもずっと
僕、そして101人の練習生たちのことを応援してください。本当に今までありがとうございました。すごい悔しいですね。本当にありがとうございました。ありがとうございます。まずは僕をファイナルまでこのステージに立たせてくれて本当にありがとうございました。自分は不器用ですごい。あの時もっとああしてればよかったなとか思うこともいっぱいあって、もっと周りを見たりもっと人として成長して絶対大好きな音楽は一生やめないんで、これからも応援してくれると嬉しいです。